エピソードを選びましょう。また妙な大会に巻き込まれてしまったな。そうだね、みやび、全く馬鹿げた話だよ。水鉄砲で打ち合いだなんて。ああ、そんなことをしたら服がびしょ濡れのスケスケになってしまうしな。みやび、これは妙な大会なんかじゃない。最高に素晴らしい大会だよ。僕はこの大会に全身全霊を込めて参加するよ。やれやれ、エロデコの妄想がまた始まったわ。エロデコ？それは一体誰のことだ？他に誰がいるっていうの？エロさでギラギラ輝いてるわよ、そのおでこが。なんだと？リムちゃん待って、怒ったんだったらリョーマちゃんをぶって、罵りながらぶって、恥ずかしめながらぶって、さあカモン。えい、キューン。で、なんで紫ちゃんがリョーナちゃんをつねってくれたの？お姉ちゃんを困らせたら目です。おお、紫、さすが僕の妹、ありがとう、助かった。へへへ、紫ちゃん可愛くて優しいんだね。しかもつねり方も上手だし、リョーナちゃん、紫ちゃんみたいな妹が欲しいかも。はあ？な、何よ、リョービが妹じゃ不満だっていうの？このバカ犬、ちょっとこっち来なさい、紫よりもうまくつねってあげるから。やってやって、みんなおふざけはそれまでだ。予選1回戦が始まるみたいだぞ。って結局参加することになるのか。騒がしく遊んでいたからだ。ごめんよ、みやび。でも、作家するまま目指す優勝だよね。リョーナちゃん、絶対欲しいものがあるんだ。拷問器具とかでしょうか、自分用に。邪魔するぞ、しもじものものよ。って、それじゃ拷問キングだっつーの。今のダジャレは分かりにくいよ。100点満点で3点くらいかな。リョーマ、この試合終わったらリョービが拷問してあげるわ。キャーン、やってやって。あ、ま、マサ、ほらほらほら、やっ！
数は一緒。さすが雅だ、完璧な式だったよ。だといいんだかな。何か悩み事？蛇女は個性派揃いだ。それだけにどうやったらみんなを引っ張っていけるのか、私だって悩むことだってある。それは大丈夫だよ、みやび。今の試合すごく盛り上がっただろう。そうだな、確かに熱くなった。うんうん、やってみると意外に熱くなるものだよ。みやびの濡れ濡れ水着で興奮マックスさ。いやそうではなくてだな、私が言いたいのは、これはこれで忍びの修行になるかもしれないと。だよね、僕が考えてたのも同じことさ。そんなの当たり前じゃないか。濡れ濡れ水着で興奮マックスって言ってたけど、それの何がおかしい。僕が言ったのは水着じゃなくて、ほらあれだよ、水遁の術、濡れ濡れ水遁で興奮マックス。何もおかしなことはないだろなあ、みやび。そうだな。濡れ濡れ水着で興奮。え？お姉ちゃん、濡れ濡れ水着だよ。興奮マックスになった。バカなこと言うな。妹の濡れ濡れ水着で興奮したらさすがに変態だろう。じゃあやっぱりみやびの濡れ濡れ水着では興奮してたんじゃない。それは。いかんせん緊張感に欠けるようだな。しかし計画のためにはどうしても PBS が必要なのだ、ミスター K よ。は、状況は見ての通りだ。早急に手を打て。かしこまりました。忍びたちよ、戦うのだ、真の楽園のために。みんな、いいか、参加するからには優勝あるのみ。蛇女の誇りにかけて他の学校に負けることは許されないぞ。ねえねえ、イムちゃんは優勝したら何をもらうの？え？それは秘密だ。何よ、秘密なんて言われると気になるじゃない。教えなさいよ、今すぐに。やだね、誰が教えるもんか。教えないなら当てるまでよ。イムの欲しいもの、欲しいもの、わかった、おでこ隠しね。なんだよそれ、別に僕はおでこを隠したくはない。隠してよ、眩しいのよそのおでこ、エロさでギラギラ輝いて。僕のおでこは輝いてない。ふん、あ、みやびの水着が破れてる。なに、ほら光ってる、エロいこと考えてるからよ。あー、これは違う、違うんだ。そろそろ予選の2回戦が始まるぞ、頼むから集中してくれ。もちろんだよ。
雅。試合中に雅の水着が本当に破れても大丈夫。雅のポロリは僕が守る。なんかだんだんバカバカしくなってきたわ。さ、会場に行きましょう。あ、そうだな。それじゃ、ベベタンはここで待っていてね。水…おう、気をつけて行ってきな。みんなの足を引っ張るんじゃねえぞ。うん、大丈夫。ヘイ、そこのデカ盛りガール。私のことですか？イエース、デカ盛り大盛りおっぱいもりもり、みんな揃ってカチンコチン。何の用でしょうか？私急いでいるんですけど。ユーの仲間のデコフラッシュガールがこんなメモを落としていったんだ。渡しておいてくれ。メモ？確かに渡したからな。それじゃあとは頼むぞ、デカ盛りガール。このメモ、何が書いてあるんだろう。行ってきます。だとしたら夢がないわね。ま、ピムってそもそもつまらない女だしね。料理、お前のダジャレの方がつまらないよ。あ、それは言えてるかも。言えていないわよ。って、それじゃあ雪男じゃない。どうよ。どうやって笑うべきなのか、私たちは。いいところにいた。料理を知らないか？見てないけど。あいつ、あちこちで僕のことをデコフラッシュガールって言いふらしてるみたいなんだ。絶対に許せない。僕のおでこはエロいことなんかでは輝かないっていうのに。
みやびは一体何が欲しいのかな。これお姉ちゃんがみやびさんの欲しいものを考えてメモしたんだ。みやびさんいいな、お姉ちゃんにたくさん思ってもらえてて。私とみやびさんならお姉ちゃんはどっちが大事なのかな。紫、急にどうしたんだよ。何を怒ってるんだ。私がなんで怒ってるのかお姉ちゃんはわからないんだね。僕が紫に何かしたというのか。なんだろう、ごめん、本当に心当たりがないんだけど。じゃあもういい、私のことは放っておいて。紫、どうしたんだ。何か思っていることがあるのならそれをちゃんとイムに伝えるんだ。みやびさんは黙っててください。ごめんなさい、私つい3回戦が始まるみたいです。私先に行きますね。紫、一体どうしたんだよ。
ちょっと一人になってくる。紫、待て。ちゃんと話をしないか。イム、少し紫を一人にさせてやれ。自分の言葉でちゃんと説明するためには気持ちを整理する時間も必要だ。そっか、わかったよ、みやび。紫、話したいことがあったらいつでも声をかけてくれ。私でよければいつでも話を聞こう。おい紫。大人だな、みやびさんは。それに比べて私は。ねえベベタ。いいじゃねえか、紫は紫で。変に賢くなっちまうよりも素直に感情を出していこうぜ。溜め込んでも腐ってく一方だ。気に入らねえもんは気に入らねえ、そう叫ばないと何も変わらねえよ。そうなのかな。かしこまりました。はい、作戦の方は。とんでもありません。はい、順調です。忍びたちのエネルギーが蓄積しだしました。あの人は誰かと電話で話してるみたいだけど。このまま決勝戦まで進めば目的は達成することができるはずです。目的を達成、何のことなの。Thank you.